まあ、この ICT ラボを開設してですね、まあ、いわゆる荷主さんたちと物流企業さんですけれども、まあ、こうした方々に見ていただいてですね、今抱えていらっしゃる問題を一緒になって、まあ、こうした機械やシステムを導入してですね、解決していこうと